そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。ほう、せいぜい頑張るといい。ただし貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い、何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。ガッとは、いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。貴様は次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。やった。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。ああいい、九大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。
サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。あっ、やっと終わったか。クリスさん、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。それまで。さて結果は。ライナー・ブラウン、お前が1位だ。さすがだねライナー。よし、これなら成績上位にはいけそうだな。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。